岩南天は、筒子科の植物。岩から垂れ下がるように育ち、白い壺状の花をつける。常緑性の低木。枝は、長さ30から150センチメートルに達し、時折枝分かれしており、無毛、垂れ下がるように伸びる。葉は五星し、葉芯は厚手で光沢があり、卵状皮芯型で、先端は、お状に伸びて尖り、縁は、荒い巨子がある。 洋平は長さ8から12ミリメートル、夏季は7から8月。花柄は前年の枝の溶液から出て、長さは1から9センチメートルで層上に1から7個の花をつける。個々の花は垂れ下がって咲く。巣とは甲ラン系で長さ1ミリメートル、小包はやはり甲ラン系で長さ1ミリメートル、2枚が花柄の基部にある。花柄は 長さ7から1 2トル。額は長さ3ミリメートルで5列して、それぞれの列辺は先端が尖らず、円にはほの毛がある。果敢は白くて円筒状になり、長さ17から2 3トル。先端は5つに裂け、それぞれの列辺は反る。下中は13から1 8トル。おすしべは10本あり、花糸には毛が密生する。 薬は二つに分かれ、それぞれの先端に開口があって、そこに棒状の突出粒が、それぞれ二本ずつある。果実になると、花柄は先端が太くなり、曲がって上を向く。ついたち果ては、扁平な休憩をなし、計七ミリメートル。和名は、岩難天で、岩の上に生え、葉が難天に似ることによる。別名に、岩椿がある。日本の、それも、 本州の固有種であり、関東南部、中部地方南部と紀伊半島に見られる。深山の崖に生え、垂れ下がって生育する。同族の日本産の種としては、花ヒリの消エルグライナがあるが、直立する低木であり、花は、壺形で、外見上では似た点は、多くない。分類体系としては、本属の中で、本種は、岩南天ア族、サブジェン、ユベトリスシ。 同和族のものとしてはアメリカに複数種ある。各地で絶滅危惧種に指定されているが、レベルは高くない。環境庁としては特に指定をしていない。以下、種として北村村田 P136 巻の P465。ありがとうございます。